梅下さんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。スタジオをレンタルさせていただいて、その場所でスミスさんの動画に写真が出させてもらう動画と、シカシャの動画にスミスさんが出ていただくっていう約束をしてるんですけれども、その約束の場所にマナが遅刻してきて、それが原因でメンバーが喧嘩し始めたら、スミスさんはどんな反応をするのかというドッキリを仕掛けていきたいと思います。まずスミスさんには今日はダンスコラボということで、はい、私たちの曲、オリジナル曲を30分で覚えていただいて、どこまで踊れるのかっていう風な企画をしたいですって言ってるけど、はい、全くしません。はい、すいません、すいません。ということでドッキリやっていきましょう。バキュン。さっきちゃんとみんなで6人揃ってご挨拶から始めてよ。はい、ねえ、なんでまだが来てないの？
バナナを。おっす。おはよう。おっす。何空気悪いや、それ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 。何が？スリッパが。何が？おぉ。やばい、やばい。そんなタイプの子なの？遅刻してきたのが来てないと思うけど。スミスさんどう思うんですか？スミスタさん。スミスタさん。どうする？ほんまに。スミスタさん。どう思います？どっちが悪いと思いますか？どっちが悪い？で、今会われたいって言ったよ。いや、まあ遅刻は悪いけど、そんな暴れやかとかいうぐらいのことではないんで。行くよね、行けば。いや、なんでやんないしたの。サプライズ。いや、サプライズ。消して。いやいや、消す意味わかんない。いや、消して。消さんといて。いや、消せや、その流れで。せっかくだから。消したら落ちたから、今。わからないだろ。いや、わからないんだよ。お笑い下手か。消せや。リーダー、いいよ。いや、前になっちゃう。遅いって、捨てて、うん、もっと歌って、怒りや。お前は遅刻をしてきたよ。お前クソヘタだ。つつおこおこ。お前クソヘタだな。お前クソヘタだ。おっちゃんのお前。あれ。かけんで。かけんで。じゃあそれで消すか。消して。なんで。どっちなんだよ。だから消してやここで。消したらめちゃくちゃ面白いだから。怒ってるから。笑ってんだよ。何笑ってんの。スミスさん。いやいやスミスさん。なんで山下さんって言うの？俺のみさんが花の上に歌った？難しい。いや何俺切り絵とかしてないでしょ。山下さんしかないんだから。机ひっくり返したよ。机ひっくり返せる財布じゃないよ。まだ泣きや。泣きやおかしいじゃん。おかしいじゃん。怒ってるし。泣きや。泣き。発音。マスター。せーの。泣き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 。マナちゃん泣き。泣いてない。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。本日はですね、スミスタさんとのコラボ動画ということで初めてドッキリをかけてみました。スタ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 、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。ですですです。ということで、次回は、ボンズワールドお帰り大阪スペシャル。よろしくどうぞ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 。